let's see, everyone has gone to Beth's map. Nobody left out? For fuck's sake. I'm moving hearts. So what is pretty much my objective right now? I'm trying to just get as many of these done again. And I don't have a reason not to, so. Now this is all story-wise, so. To me, these are all needed. Yo, Fanatio. Ara, Boya janai. Chou de yokatta wa. Nanka yo ka? Aratamete, hitokoto o rei ga iitai no yo. Ano toki, watashi o tasukete kureta sou da kara. O rei nante yamete kure, Fanatio.あれは俺が負わせた傷だったんだし、まあ、それに直したのは俺じゃなくてカーディナルなんだから。でもカーディナル様のところに送ってくれたんでしょ。致命傷を負った私を坊やが救ってくれたんだから、ありがとう坊や。ああ、ずいぶん雰囲気が変わった気がするんだけど。 Oh, yeah, we saved her. それについても坊やのおかげよ。もう一つありがとうと言いたかったの。もう一つ。ええ、私と戦い倒してくれたことにね。倒したことに。そうよ、言葉通りの意味でね。だって聖護士として生きた長い年月の中で、 Whenever somebody found out that she was a girl, like they just didn't. 私のことを女だと知ってなお本気で戦ってくれた唯一の男なんですもの。お礼なんて必要ないよ。俺はただあんたを超えなきゃいけないだけだったんだから、そのために全力を尽くさなきゃいけなかった。ファナティオが女だろうと男だろうと関係なかったよ。坊やのその気持ちが私を救ってくれたのよ。おかげで私はもう女であることを恥じたりしないわ。おー、ファナティオ。私もね、昔は兜なんて被らずに素顔を晒して戦ってたの。でもある時気づいてしまった。愛対する男の騎士たちの剣筋にわずかとはいえ気遅れがあることにね。模擬戦の相手をする男の騎士もそうだけど、命がけの戦いの最中にあった暗黒騎士だって例外じゃないのよ。私は女性という理由で手加減される屈辱に耐えられなかった。それこそ敗北して地に這う方がマシだわ。それはほら仕方のないことというか、剣を握る女性は貴族か領主の娘くらいだからな。暗黒騎士って連中も妻をめとるんだろ。なら男は女を守る対象として見てしまうんじゃないのか。そうかもしれないけど理屈なんて関係ないのよ。女というだけで蔑まれるなんてごめんだったわ。その怒りがファナティオが兜で顔と声を隠して、さらに連続剣や転戦剣の技を得得した理由なんだろう。ええ、そして私こそが女であることに囚われている証拠でもあった。それを即座に見抜いた坊やはその上で全力で私と切り結んでくれたわ。本気を出さなきゃファナティオには勝てないし、女剣士の強さも身に染みて分かってたしな。私も身につけた剣技と術式のすべてを出し切り、そして負けたわ。その後命を拾い意識が戻った時、つまらないこだわりは私の中から消えていた。結局相手に手加減を許さないくらい強くなればいい話だったのよ。その事実に気づかせてくれた坊やには感謝してもしきれないわ。そんないいって言ってるじゃないか。でも少し悔しいところもあるのよ。あの時坊やは私に女らしさを感じなかったんでしょ。なあ、いや、あの時は剣気の方が気になっただけというか。ねえ坊や、よかったら人目のないところに行かない？二人っきりの場所で頼みたいことがあるのよ。構わないけど、何をするつもりなんだ？Little by the by, by the way, both Asuna and Ronya are already rank 4. So I'm switching up my team a little bit.
certainly that's the last one, but she's very close to rank 4, so...人目のない場所ってここだったのか。確かに人はいないけど、二人きりと聞いて何かよからぬことでも考えた？え、そんなことあるわけないだろ。坊やはやっぱり面白いわね。からかいがいがあるわ。俺は面白くない。まあつまりは立ち合いを所望された、そういうことでいいんだよな。ええ。私はもう自分の性別にはとらわれない。自分に誇りを持って戦うと決めたの。だから、そう思わせてくれた相手と、もう一度剣を交えたい。I am happy to cross swords. お願いできるかしら。ああ、もちろん。喜んで受けるよ。ありがとう、坊や。それじゃ、よろしくね。私の実力見せてあげます。どうかしら。She actually is level 35. She's actually my level. Oh, hot damn. Ow. That is actually one of the only times that that worked out. Ah, you got back up just early enough. Ow. How dare you? Okay, nope, we have her. Yay! Fucking nailed it. ここまでにしようかしら。やっぱり強いわね、坊やは。いや、ファナティオこそさすがだよ。連続拳も含めて技の差が半端じゃない。ファナティオとの勝負はいい勉強になるよ。そう言ってもらえると嬉しいわ。ああ、戦っていて疑問に思ったこともいくつかあったしな。疑問？なあファナティオ、少し聞きたいことがあるんだけど、いいか？構わないわよ。何でも聞いてちょうだい。天線剣は何が元になってるんだ？光線を出すようなものなんていまいち想像がつかなくてさ。そうね。坊やになら教えてあげましょう。これはもともと鏡だったのよ。鏡？ええ、鏡は物を映して見る道具として使われているけれど、使い道はそれだけじゃない。鏡はソルスの光をほぼ完全に跳ね返すことができるのよ。光は当たった場所を温めるから。ソルスの光が当たっている場所に跳ね返った光を当てれば他の2倍温められるってことか。そういうことよ。そして鏡が増えれば増えるほど集まる光は多くなって、そうしていずれは全てを焼く炎になるの。天線剣は千枚もの大鏡から鍛えられたのよ。千枚だって。けど鏡は高価なもののはずだ。王都とはいえそんな大量の鏡どこから。130年ほど前、
亡き最高司祭芸家がセントリア中から銀貨と銀細工を召し上げられガラス細工師に命じられたの。そんなに大量の鏡を作れって何のためにそんなことを。無影症攻撃術、兵器とかいうものの実験のためよ。ソードゴーレムの話を聞いた後だと末恐ろしい響きだけど。兵器、それは一体どんなものだったんだ。千枚の大鏡を半円を描くように並べてね。それはソルスの光を一点に集中させて純白の炎を生み出した。そして炎は身の丈ほどの岩をものの数分で溶かしてしまったわ。それじゃ威力は十分すぎるほどじゃないか。どうして剣にしてしまったんだ。結局戦場に持ち出すには仕掛けが大きすぎるという判断が下されたの。まあ考えてみればそれもそうか。大量の大鏡を運んで攻撃できるのは一点だもんな。ええ、きっと組み立てている間に攻め込まれるか逃げられてしまうでしょうね。そして残った大鏡から鍛えられたのがこの天仙剣よ。妖神ソルスの意向を攻撃へと転じる神器としてね。それであれだけの熱量を出せるのか。話を聞いた後だと改めて恐ろしさを覚えるよ。ファナティオは連続剣も使えるし、天仙剣の武装完全支配術も圧倒的だ。こうして受けてみるとやっぱりどちらも向かうところ敵なしって感じの技だよな。特にファナティオの武装完全支配術は最初目にした時本当に驚いたよ。一撃に重さがあるのに遠い範囲まで光線技が届くから相手は逃げ場をなくすよな。そうね、遠距離の相手にまで届くというのが最大の利点かしら。知っての通り私はこれまでその技を使うことで対戦相手が近づけないようにしていたの。確かにあの技を使えば近距離に寄らなくても敵を圧倒できるからな。ええ、でも今はもうそんな理由で技を使うのは恥ずかしくなってしまったわ。ファナティオ、正々堂々と女であることを恥じず目の前の敵と向かい合って戦う、そう決めたから。それに坊や相手ならむしろもう少し距離を詰めたいところだしね。どういう意味だ。だってやっぱり坊やは可愛くて面白いもの。これからは剣以外のことも知りたいわ。いろいろ教えてちょうだい。いろいろってそれはこれからじっくりね。なんだかわからないけど、ファナティオが女であることを恥じないようになったのは良かったな。All right, it just kills off the entire party. Well, this guy disappeared. They both just disappear on random. I'm like, okay.I want to rest until noon. I want to get all the conversations out. Yujo! Yujo and Alice are actually already in my team at this point. Monsortalina has done, I'll get Tisei. What do I do?キリト、ユージオか。どうしたんだ。オートの市場で買い物でもしようかと思ってたらちょうどキリトを見かけたんだ。買い物か。じゃあぶらりと食べ歩きにでも行こうぜ。まったくキリトはそればっかりだねアスナにも似たようなことを言われてたよ。
あのさ、キリト。ん？なんだ？いや、なんでもないよ。な、なんだかユージオの様子がいつもと少し違うような。あ、キリトくん。アスナ。ユージオくんと一緒だったんだね。ああ、食べ歩きでもしようかと思ってさ。こんにちは。アスナはどうしたの？実はキリト君に手合わせの相手をしてほしかったんだけど、でもこれから二人はお出かけなんだよね。だからまた今度付き合ってもらうわ。あ、そういうことか。あ、すまんアスナ、近いうちに必ず時間作るから。キリト、僕は大丈夫だから、アスナの相手をしてあげてよ。ユージオ？え、いくらなんでもそれは悪いよ。気にしないで、僕も偶然会ったところだし。でも一つだけお願いがあるんだ。お願い？うん、二人の手合わせを見学させてくれないかな。俺はいいけど、アスナは大丈夫か？ええ、もちろん。ユージオくん、ありがとう。ううん、ちょうど二人の剣を見たいと思ってたんだ。よし、そうと決まれば早速出発だ。 Well then, I think that's what he wanted to ask to begin with. But, you know, I'm ready to have a bout. ところは私の負けね。Oh. お疲れ様、キリト君。Don't even get to fight ourselves. お疲れ、アスナ。最後の攻撃入ったと思ったんだけどな。あれは本気で焦ったよ。なんとか弾いたけど、紙一重だった。二人ともすごいよ。手合わせで対峙してるのに、不思議と息がぴったりで、目が離せなかったよ。キリトの強さは嫌っていうほど知ってるけど、アスナの速さも凄まじいね。ああ、なんせ向こうじゃ閃光様と呼ばれてたくらいだからな。閃光様か、確かにぴったりだね。え、やめてよ二人とも、恥ずかしいからその名前で呼ばないで。俺はいいと思うけどな。アスナの剣をよく表していると思うし、眩しいくらい速くて美しい剣だよな。時々見惚れそうになるほどに。キリト君、それを言うなら私はやっぱりキリト君の剣が好きだな。あったかくて優しくて、でも誰よりも強くて。アスナ、なんだかこっちが恥ずかしくなってくるんだけど、今のって剣の話だよね？ね、もちろん剣の話だよ。他に何があるんだ？そうよ、キリト君の剣が好きって言っただけよ。まったく二人して。そうだ、キリト君とユージオ君はこの世界でずっと一緒だったんだよね。うん、ルーリット村からオートに出るまでも、修剣学院に入ってから今までもずっとね。キリト君の隣は大変だったでしょ？分かってくれるかい、僕の気持ちを。痛いほどに。わお。何を大げさな。別にそんな迷惑をかけた覚えはないぞ。覚えがない？門限は破るし、規則は破るし、どれだけ止めても無茶はするし、どれだけ僕が心配させられたと思ってるんだい。いや、別に破りたくて破ってるわけじゃないけどな。それにユージオだって協力してくれてたじゃないか。それはそうだけど、僕が言っているのは。なすな。ごめんね、兄弟喧嘩みたいでついおかしくって。キリト君のそういう姿を見るのがすごく新鮮だから。あ、そうか。今まではエギルさんとかクラインさんとか年上の男の人と関わることが多かったし、
年が近いユージオ君だからこそ一緒にやってこられた部分もあるんじゃない？それは確かにそうかもな。ユージオが一緒だったからここまで来られたのは確かだ。ありがとうな、ユージオ。いや、お礼を言うのは僕の方だよ。キリトがいなければ僕はルーリットでキコリのままだった。キリトがいたからこそここまで来られたんだ。本当にありがとう、ユージオ。はあ、なんだか男の子同士の友情っていいね。あのさ、キリト。ん？なんだ？いや、やっぱり何でもない。なんだよ、言いかけてやめるのはなしだぜ。本当に何でもないんだ。気になるだろう。あ、じゃあこうしない？手合わせをしてキリト君が勝ったら、ユージオ君は今言いかけたことを言わないといけないの。手合わせ？アスナ、何を言ってるんだ。それでそれで、夕暮れの河原でゴロ寝して、つえな、お前もな、とか言っちゃったりして。なんかアスナのおかしなスイッチが入ったぞ。ユージを何とかしてくれよ。よし、キリト、手合わせをしよう。なんでそうなる。キリトが勝ったら言わなかったことを教えてあげるから。 OK, time to win。 わかったよ。よくわからないが手合わせすればいいんだな。We can do this. It's not going to be hard at all. さあ、始めよう。体の具合がおかしい。Counter guard is active. Yeah, I don't think I have that really. And if I do have it, I never fucking use it because I hate guarding or any of those type of things. I need defensive type of things. In none of the actual Sword of the Land games, I've actually used it. Even though I know it's a big thing, I know it's like very important in games like this, but I honestly hate defending.やっぱりキリトは強いな。うん、やっぱりキリトはキリトだな。あ、いや、ユージオの剣もさすがだよ。それでさっきユージオが言おうとしていたことってなんだ。それは実はずっと気になっていたんだ。この世界のキリトとリアルワールドでのキリトが同じなのかって。同じ俺？うん、アスナやリーファたちと接しているキリトはこれまで僕が知らなかった部分を持っている気がして。もしかして俺が2つの世界で別のキリトを演じてるんじゃないかと思ったってことか。うん、キリトを疑っていたわけじゃないんだけど少しだけ不安になったんだ。ユージオの様子がいつもと少し違ったのはそのせいだったのか。気づいてたの？ああ、なんとなくな。うん、でも聞くまでもなかったよ。アスナと話す様子を見ていれば分かったし。だからもう大丈夫。僕の知るキリトは本物のキリトだって分かったから。ユージオ君、私もユージオ君と一緒なのちょっぴり不安だった。アスナも？うん、ここでキリト君が過ごした2年の間にキリト君が変わっちゃってたらどうしようって、そんな気持ちもあったの。でもやっぱりキリト君が私の知ってるキリト君で安心したよ。誰よりも強くて優しくて食いしん坊でよく寝るのがキリト君なの。確かにそうだね。それがキリトだ。変なところで意気投合するな。でもどうして手合わせをしてくれようと思ったの？聞くまでもないなら手合わせする必要なかったのに。それはさっきキリトとアスナの手合わせを見て
剣で語り合ってるのが羨ましくなったからかな。ユージを寂しかったんだね。でも大丈夫、これからはキリト君とユージオ君の時間を奪ったりしないよ。そういうの恥ずかしいからやめてくれ。まあでも心配するなよユージオ。リアルワールドでの出会いもこの世界での出会いも同じようにかけがえのないもので使い分けたりはしない。ああ、よくわかったよ。だからこれからも今まで通りよろしくな。うん、こちらこそよろしくね、僕の親友。 I'm great in control of this secondary, well, all these side stories, episodic stories, I don't know what they're called.Part that is bad. Okay. What are they called again? Quests. Episode quests. Oh, good grief, I have a lot of them. There's also. Okay. There are a fuck ton of them.There's even more than before. We also have Otherworld Singer still. Oh, we have a secondary one for you, Job. Okay. In the Greenbelt, actually.I want to go north first, so we have Riona after this as well, and then we have the one completely north of Runye as well. And then we do Riona's quest, maybe? Like, completely just fill in that one. And then seeing what comes after that. This is going to take a couple of hours, but I'm used to that thanks to those Sword Art Online games.Whenever you had to do conversations like this, they're always like 15 minutes long at minimum. 魔獣の目撃情報があったのはこの辺りのはずだけど。そうだな。もう少し広い範囲を探してみよう。数時間後。うん。なあ、ユージオ。あれ、養蜂場か?ああ、そうみたいだね。興味あるのかい?いや、羽地家庭の蜂蜜パイを思い出してさ、懐かしいなって。確かに、なんだか長い間食べてない気がするな。そうだ、あそこの蜂蜜パイを買って帰ろうか。そりゃ明暗だけど、友情から言い出すなんて珍しいな。別にいいだろ、たまにはさ。ほら、早く行こうよ。ああ、すみません、蜂蜜パイを買いたいんですけど。蜂蜜パイね、今はちょっと高いけどいいかい？ええ、大丈夫です。いくらですか？一つ15シアだよ。15シアだって、いくらなんでも高すぎないか？仕方ないだろう、そうでもしないと元が取れないんだ。そんなに高くしてるってことは何か理由があるんですか？ああ、最近蜂のほとんどがどこかに行っちまったんだよ。そのせいで蜂蜜も取れなくなって。この蜂蜜パイはうちの名物なんだが、今は貯めてあった蜂蜜を使ってるせいで少ししか作れないんだ。このままだと蜂がみんないなくなってしまうかもしれない。そう思うと怖くて夜も眠れなくてな。 Let's get back some bees. それは深刻ですね。あの、すみません、その件僕たちに任せてもらえませんか？おお、そりゃ嬉しいけど、すまないが、お前さんたちに何ができるんだい？申し遅れました。僕は
帝立北セントリア修剣学院上級修剣士ユージオです。こっちは同じく上級修剣士キリト。僕たちは王都の対策本部から魔獣討伐の任を受けています。今回の件に魔獣が関係しているのではないかと思うのです。ですからどうか任せていただけないでしょうか。そうだったのか。変なことを言って悪かった。そういうことならよろしく頼むよ。ありがとうございます。ユージはそんなに食い地が張ってるわけじゃないのに、どうしてこんなに本気になってるんだ。 I mean, there is often a pie. Hell yeah. 蜂の行動について何か心当たりはあるのか。うん、全然こんな話聞いたこともないよ。キリトは何か知らないかい。ユージが知らないのに俺が知ってるわけないだろ。見当もつかないよ。そんなに自信満々に言わなくても。しかしそうなると手がかりなしか。相手が蜂じゃ足跡も残らないしな。せめてどっちに行ったか分かればな。それってほとんど答えじゃないか。footprints. そんなのすぐに分かるわけ。どうしたんだユージオ。何か匂わないかいキリト。いや、匂うというより香るって感じ。香る？言われてみれば確かに。あっちの方からだ。行ってみよう。あれは魔獣か？体中に花が咲いてるみたいだ。Well, that explains the beast's appearance. 魔獣の周りに蜂が群がってる。蜂たちはこの香りに誘われて養蜂場から離れてたのか。まさか本当に魔獣の仕業だったなんてな。よし、早く討伐してしまおう。A man-eating flower, eh? Well, sure. Ooh. How did this happen to me? Ah, fuck.Well, not sad. I was hoping I could still get there as well, like pick that up, but nope. Nope, the stupid flower there is gone. Or is, you know, can't do anything about it. What's good, Yuji? Ah, Kirito, man. Miro, Yuji.蜂が戻っていくみたいだ。よかった、これで解決だね。養蜂場に報告に行こう。おお、お前さんたち無事だったか。蜂が養蜂場から離れてしまった原因はやはり魔獣でした。その魔獣は討伐したのでご安心ください。やっぱり蜂が戻ってきたのはお前さんらのおかげなんだな。本当にありがとう。助かったよ。これなら商売も元通りにできそうだ。 So, how about a free pie? それならよかったです。改めて買い物をお願いしてもいいですか。ああ、蜂蜜パイな。お礼にいつもの値段にするよ。お前さんたちが来てくれなかったら商売上がったりだったんだからな。 Yeah, so normal price. ありがとうございます。蜂蜜パイを3つお願いします。三つだな。毎度あり。また来てくれよな。はい、もちろん。Well done. ああ、今日は随分腹が減ってるんだな、ユージオ。何を言ってるんだい、キリト。これは全部君の分だよ。全部俺の？お前こそ何言ってるんだ。 You're feeding the beasts. あの時beast. 蜂蜜パイ3つかけるって言ってたろ。僕が負けたのにずっと約束をすっぽかしてたからさ。どの時だ。あ、悪い、全く覚えてない。キリトがゼフィリアの種を植えた時、
絶対咲くから蜂蜜パイをかけるって言ったじゃないか。あの時か。あ、確かにそんなことを言ったような気がする。キリトの言った通り、ゼフィリアが咲いた時からずっとおごろうと思ってたんだけどね。キリトってばいつも自分で買ってきちゃうからさ、僕がおごる機会が見つからなかったんだ。ここの蜂蜜パイは名産品みたいだったし、ちょうどいいと思ったんだよ。なるほど、それであんなに真剣になってたのか。けどあれは俺が勝手に言っただけだろ。ユージは何もかけなかったじゃないか。確かにそれはそうだけど、北帝国でゼフィリアが咲いたのを見た時、僕はすごく驚いたし、自分のことみたいに嬉しかった。あの花から僕は何でも最初から諦めちゃダメだって学んだんだ。So, that's a wrap on that part of the story. いろんな可能性を見せてくれる。僕にとってあのゼフィリアはその一つだったんだよ。Hopefully. ユージを。だから、これは僕からのお礼でもあるんだ。ありがとう、キリト。これからもよろしく。それなら、ありがたくいただくよ。これからもよろしくな、ユージを。There we go, how nice. So it's still Rione, Ronye, and then Rione's quest. As long as it doesn't lead me to the Cordia Plains. If it does want me to go to the Cordia Plains, then I have to postpone that until a little bit after I started on the main story of Chapter 3. Mainly because Chapter 3 instantly wants you to go there. Do we have...No, we have one here. Oh, this has to be the one that was... Okay, sure. Oh, sure. You've just moved. Sure. ここまでにするか。ああ、そうですね。私の見ていない間にどれだけの力をつけたかを測るため、こうして手合わせをしてみたが、まさかここまで強くなっているとは。やはりお前は私の期待を裏切らないな、キリト。リーナ先輩こそ、歩く戦術ソーランの通りのは健在ですね。隙がなくて小細工が一切通用しない。Walking Tactics Manual。 キリトと私の剣は流派は違えど、勝つための剣という点で似通っているからな。ともかくこうして稽古をつけられて嬉しいよ。互いに修練を積んでまた手合わせをしよう。では。はい、ありがとうございました。さて、俺も戻るか。キリト先輩、お疲れ様です。ああ、ローニエか。少し元気がなさそうだけど、どうかしたのか。いえ、あの、たまたまここを通りかかったら、ah, well. お二人の修練を見かけまして、それですごくいいなって思ったんです。ああ、リーナ先輩と俺の手合わせを見てたのか。あ、すみません、覗き見みたいなことをしてしまって。いや、そりゃ全然構わないよ。もしかしてロニエもリーナ先輩に稽古をつけてほしいのか。それだったらお願いすればやってくれると思うぜ。俺が一緒に頼みに行ってもいいし。それは大変魅力的なお話ですが、そういうことではなくてですね、私がすごくいいなと思ったのはお二人の関係です。関係？そうです、単に先輩後輩っていう感じじゃなくて、お互いを信頼し合っている、そんな関係に見えます。まあ、確かに俺はリーナ先輩を信頼してるし、リーナ先輩もそうだったら嬉しいとは思うけど。それに比べて私は先輩の力になりたいのに、いつも守られてばかり。守られるだけじゃなく、信頼し合う関係になりたいんです。ロニエ、
そのために私の実力を見てください。いや、そんなことしなくても、ロニエのことは信頼してるんだけど。いいえ、どうしても私は先輩に今の実力を見てほしいんです。 If you're going to be in pain, then not my problem. そこまで言うならやろうか。私の全力出し切ります。Ah, you're blocking my attacks, eh? Ow! Okay, got you.I wonder what happens if you actually lose one of those. ダメでした。やっぱり私はまだまだですね。そんなことないって。ロニエはすごく成長してるし、本当に信頼してるよ。いえ、いいんです。こんなに弱くちゃ信頼されるはずがありませんから。Oh, you have a vanity four of you. 私、もっと強くなりますね。先輩から信頼されるようにもっと頑張ります。稽古していただいてありがとうございました。ロニエ、ティーゼ、そんなに慌ててどうしたんだ？キリト先輩、実はロニエが帰っていないんですけど、何か知りませんか？さっき一緒に修練をしてたけど、その後はわからないな。そうですか。そういえば、修練の後、ずいぶんと思い悩んでたな。もっと強くなりたいって言ってさ、俺はロニエを信頼してるって言っても、まだまだだって譲らなくて。ロニエ、実はロニエは前から悩んでいたんです。ここに来てからも足を引っ張ってるんじゃないかって。そうだったのか。ロニエは責任感が強いもんな。はい、だからもしかしたらキリト先輩に対して強さを証明しようとするかもしれません。それってつまり？推測ですけど、どこかで無茶な修練をしているとか。それは心配だな。探しに行こう。ティーゼ、そっちはどうだ？いません。どこに行ったんだ？どうした、騒がしい。リーナ先輩、すいません。実はロニエがどこかに行っちゃったみたいで、よければ探すのを手伝ってもらえませんか？それは構わないが。あ、ロニエ。ただいま帰りました。ロニエ、どうしたの、その傷。全身ボロボロじゃないか。一人で戦えるようになりたくて、誰にも頼らず、なんとか獣を倒せました。ロニエ。あのな、ロニエ、心配させないでよ。 That sounded painful. どうしてそんなことするのよ。心配したんだから。いっぱい探してもいなくて必死だったんだから。キリト先輩にもいっぱい迷惑かけて、それで怪我だらけで帰ってきて、
ティーゼ、ごめんなさい。そんなつもりじゃなかったのに、心配かけちゃった。私、弱い自分が嫌だったの。強くなりたかったの。It's like rank 4. キリト先輩に信頼されたくて。On the entire thing. 俺のために頑張ってくれたんだな。ありがとう、ロニエ。でもな、今回のロニエの行動は強さとは少し違うと思うんだ。キリト先輩。言っただろ。俺はもともとロニエを信頼してるって。だから、こんな風に無茶をする必要はなかったんだよ。はい。すみません。だから、ティーゼを悲しませるような方法じゃなくて、一歩ずつでいいから、ロニエの成長を見守らせてほしい。いつかロニエが目指す強さを手に入れるまで、俺も精一杯支えるからさ。キリト先輩、ありがとうございます。まあ、俺だって人のこと言えないんだけどな。アインクラッドでは無茶なレベリングをしていたし。ふん、そういう自分はいつも無茶をするくせにな。だから俺みたいにならないようにな。まったく説得力がないな。はい、俺も気をつけますから。皆さんすみませんでした。ティーゼもごめんね。私なりのやり方で本当の強さを勝ち取って、キリト先輩からもっと信頼されるように頑張ります。一歩ずつ進んで、そしていつかソルティリーナ先輩とキリト先輩のような関係に。ああ、楽しみにしてるよ。もう無茶しちゃダメだからね。近道などない。一気に強くなろうとした報いを受けたな。今度私とキリトの修練に参加してほしい。一人で抱え込むな。私たちと一緒に強くなろう。はい、ぜひ頑張ります。ありがとうございます。ふつつか者ですが、これからもよろしくお願いします。Part 3 banner. Okay, last one. On the top of these should be here, Riona. And that should fill us up to like the hour mark at least. キリト、どうしたんだレオナ。少しいいかな、一緒に来てほしい。ああいいけど、どこに行くんだ。ウェトラの谷、そこに魔獣が出て、私一人じゃきっと倒せないから。bottom, so. お願い。わかった、一緒に行くよ。Okay, soThat's just a one-off conversation. It's not the other thing where you have to, like, conversation, then you go there with your team, and then you have to go back once you've defeated, the monster. Now it's just one conversation, a little fight in between. あの魔獣。わかった。一緒に倒そう。It's a level 20. It's literally nothing. Oh no, but Riona is just level 20. Okay. No, now I get. There we go.
倒せたな。大丈夫か、レオナ。She took way more damage. 平気。キリト、レオナ。メディナ。どうしてここへ？この近くには私にとって大切な場所がある。だからだ。大切な場所？Hey, Ultimate. Is the game worth buying? Honestly, it really depends what you expect from it. It's a lot of conversation, especially at the start. ここに出た魔獣は俺たちが倒したよ。レオナがここに来てくれって俺に声をかけてくれてさ。And もしそんな場所に if you're going for it on PC, make sure your PC is way more than strong enough because it has been known to put your GPU to 100%.ありがとう。Which is why I'm forced into the FPS. なんで私のためにそこまでしてくれたんだ。And lower settings. それは、私はこことは違う世界から来て、その世界で普通とは少し違う形でメディナと会ってるの。少し違う形？どういうことだ？Yeah, optimization for this game is, RIP. But I know Medina's about Medina. So, I don't think I'm a person. There are people with a 2070. It is following Alicization for the entirety of Chapter 1. After that, you go to Chapter 2, and that's when it breaks off pretty much. So, if I say the truth,歌詞のすべてを思い出すのが怖かったんだ。その未来は激しく情熱的。でも深い悲しみにも満ちてたから。理解が難しいが、そんなことを思っていたのか。Wrath the Underworld doesn't happen, or at least hasn't happened. From what I know, it could still happen, but it will be different.言っただろ。大丈夫だよ。俺がメディナやみんなを守るし、怖がることなんて何もないんだ。たとえレオナがその世界で見た未来が本物だったとしても、俺が運命を切り開いて変えてみせる。だからレオナには安心して歌ってほしいよ。That much I know. I'm only in chapter 3 currently. I've only done a chapter more than what happened so far. So that's why I'm not sure. 私も光など見えない闇の中でずっと生きてきた。だからこそ多くのことを恐れていた。だがいつしかおせっかいで食い意地の張った誰かのせいなのか、何があろうと恐れず前を向くほかないと気づいた。But Medina is a completely new character in this game. 自ら進む道の先には闇だけではなく一筋の光があると。There's also light play mode. If you turn that off, on, you don't really get any of the events from Sword of the Lion Alicization itself. Then it just gets explained to you what happens instead of you having to actually read everything. Medina, 分かった。それじゃあ聞いて。私の歌。そして異国の赤い髪の少女の物語。こぼれゆくスカーレット形あるものは移ろいでやがて消えるけど、ああ一瞬光ってその目の記憶の奥の奥に刻みつくなら、まだまだ。So the character Rione is, if you start up the game, you get to a certain point, you eventually get the intro of the game, which every Sword of the Lion game has. Rione, practically is the one who sings that song as well. But this is a side story. Medina, are you crying? I'm not crying. I'm sorry. But...スカーレットをすべて聞くと胸がいっぱいで切なくて、いろんなことを思い出したんだ。
父上のことも、私がこれまで歩んできた道も、この歌には I'm pretty much going to every side story whenever they unlock. 私も I want to get every achievement in the end, so これは Not sure if I can get that, because, you know, the 30 FPS lock that I have to play with. 情熱の歌、この歌に込められた思い。傷の記憶を歌い続ければ、共感した誰かの心を救うこともできるかもしれない。だから私は歌い続ける。この歌に込められた傷と情熱をたくさんの人に届けるために。傷と情熱か。確かにスカーレットからはそれを感じたよ。ありがとう二人とも。私。Although I feel like the song she's singing in the game Scarlet is actually the exact same one as from the intro. キリト。Of the game. この世界でただまっすぐに生きるみんなの未来には希望がある。それに最後まであがいてみないと答え合わせがどうなるかはわからないから。レオナ、それって一体たった一人この世界に迷い込んで失ったお歌を探し続けてやっと答えを見つけた。見つけられたのは二人のおかげ。ありがとう。ねえ、二人はこれからも私と一緒にいてくれる？もっと私の歌を聞いてほしくて。もちろんに決まっている。Is that a spammy message? レオナは私たちの大切な友達なんだからな。あ、これからもレオナの歌を聴かせてくれ。ありがとう。それじゃあ改めてよろしく。Not fix that soon enough.その後レオナはレイカの花園でライブを開催。人海の多くの人々が彼女の歌を聴きにやってきた。レオナの傷と悲しみ、そしてその中にある一筋の光を訴えかけるような歌唱に人々は喜び涙を流し、ライブは成功に終わり、俺たちは心から喜んだ。謎めいた異界の歌うたいレオナ、これからも俺たちは仲間として彼女と共に戦っていく。彼女の歌う絶望と希望に照らされながら。It joins us. So, does that mean I can actually put her on my team now? That could be handy. Knowing that one of the achievements is probably going to be like, get Affinity 4 of your own, and I'm like, okay.150 experience, sure. Which is definitely in the team now. There's no achievement with the word Reona in it, from what I can see. And. Okay, sure.Looking at all the achievements in general terms, there is not an achievement for that. Sure. Okay, I know she has joined the group though. Good.